こんにちは、リリーです。ベトジェットエアからお得な航空券情報が出ました。昨日ベトジェットエアの公式 X で流れてきたのに、その後確認しようとしたらもうその投稿が見当たらなかったんですね。確か7月19日からスタートで書いてあった。で、適用は来年の3月末までみたいな。金額は確か片道1万3000いくらだったような気がします。それではいつものように片道で JPY にして、はい、確認していきたいと思います。日付はどこでもいいんです。必ず最後に最低運賃を検索にチェックを入れるだけです。さあどうでしょう。1万3000円台と言っていたのでこれかな。4000円というのがありますね。はい、翌月もあります。8月9月、あ、ここから高いですね。あとないです。高いです。うわ高い。片道5万9000円。いやいやいや、どうして設定されてないのかな。この4000円で算出してみますね。こんなに幅があるんですよ。はい、何もついてない4000円だと14290円になります。はい、航空券のみですね。フルでついてるデラックスの方なんですが15000円。はい、これはもちろんね、自宅手荷物、機内食、座席指定、それからフライトの変更も可ですね。これで、まあ、25,290円となります。290円となります。いつものように架空の個人情報を入力していきます。これじゃないと見れないので、必ずここは必要ですね。はい、まず座席指定をします。前の方待ってますね。前の方だけですね。はい、ホットシートのみですね。とりあえずノーマルで、はい、スタンダードで498円。はい、安いです。はい、15キロつけて4728円。これで19516円ですね。はい、福岡は料金と税金のところがとっても安いです。12,900円。そして支払い紙の最後のところでユーティリティ料金というのがかかります。はい、バンコク福岡帰りの便もちょっと検索してみます。こちらもありますね。あります、あります。同じように4000円。はい、全く同じように月だけありますね。8、9月のみです。では大阪バンコクも確認してみます。大阪はね、福岡と割と似てるので大丈夫かな。あるかな。あ、ん、ない。4000円ないですね。8000円、高いですね。6000円、8000円、 ないね。6872円。あ、年末までも来ちゃった。ないね。うん、3720円っていうのがある。え、もうこれ来年1年後だね。はい、めちゃくちゃありますね。数はすごいですね。一月全部3720円ぐらいありますね。大量。はい、来年でもいいという方はもうここで3720円で、はい、もちろん、うん、これ3720円ではないので、デラックスだとこれですね、ここ見るんだけど、この金額は福岡と比べるとね、もうめちゃくちゃ高いです。1万6000円しますから。だから3720円でも2万円くらいにはなります。安いけど結局高くなるっていうコメントもらったりするけど、これはねしょうがない。こういう仕組み、はい、ここは削れません。はい、バンコク大阪も同じく
はい、来年の夏に3720円のところがあります。あ、もう抑えたい方はここで、はい、trip.com で福岡バンコクを確認してみますね。はい、一番左が何もついてない4000円の分になります。15キロつけてる方は2万円弱。ちなみに受託手荷物は5920円ですね。はい、名古屋バンコクも確認していきます。名古屋いつも高いからな、どうでしょう、あるかな。あ、なんか大阪と似てますね。6872円がありますあります。4000はないね。ちょっと高いかな、若干ね。あ、ありました、3720円ありました。こちらもね、来年の夏ですね。大阪と同じくね、この部分もね高い、同じように1万6000円しますね。なのでトータルね、やっぱり2万ぐらいになっちゃうよっていうお話です。しょうがないですね。空港使用料とかかな、高いの。はい、これがね今のところ安いです。2万円ぐらいでしたね、片道。7月に出た今回のキャンペーンが、まあ、これっぽいから、夏はもう来ないような気がしますね。はい、大阪チェンマイも確認してみます。高っ。6万3000円。6万3000円片道やけど。トリップドットコムでちょっと見てみるね。 トリップドットコムで来月の分見たら、20キロの荷物込みでいくらなんかな。3万円ちょっとですね。まあ、高くも安くもないですけど、まあまあこんなものか、安い方かな。2024年8月の福岡バンコク大阪バンコクの料金表です。はい、こちらが福岡バンコクの8月になります。4000円のところが多いですが、やっぱりお盆休みのところはねなかなか高いですね。はい、逆ですね、バンコクから福岡の8月のカレンダーです。はい、続きまして大阪バンコク、まあ、福岡よりはちょっと高めになりますけど、まあ1万円切るとこもあるかな。はい、逆にバンコクから大阪、こっちはねほとんど、まあ、マークがついてないですね。まあ8000とこもありますね、6000とこもありますね。はい、今回は大阪と福岡だけ貼ってみました。他のところも興味がある方はぜひねコメントください。みんなそのキャンペーンでしたね。しばらくねあまり検索してなかったらエンドありますね。あとやっぱり円安が止まらないから海外に行く人が減ってるけど、海外から日本に来る外国人も増加してる。搭乗率が低かったら多分またセールをやるとは思うのですが、こればっかりは何とも言えない。もう片道2万円のところを狙うしかないみたいですね。それも少ないんですけどね。前回のこの100円セール、こちらの動画出したんですけども、それが5月の末だったので、まあその時にだいぶ売れてしまったのかもしれないですね。空港や時期によって本当にまちまちだし、航空会社によっても違うから、今回のベトジェットのは参考の一つにしてみてください。以上、リリーでした。またね。